部活、まだ行かなくて平気？うん。目の上の、また練習で？うん。無理してないの？うん。私、バレーしかできないから。でなくて平気？多分、バイトかなんかだと思う。そろそろ行かなきゃ。志保、平気？その、うん。はい。今日はちょっと体調が悪くて、すいません。じゃあまた。今の高牧じゃね？ああ、鴨志田と付き合ってるって噂の。それ本当なん？一緒に車に乗ってたらしいぜ。なんか高牧ってさ、軽そうじゃね？俺でも行けるかな。鴨志田の女はまずいっしょ。どうなってやがんだ。そう見えるか。どいつもこいつも三島みてえなこと言いやがって。絶対鴨志田になんか言われてんだ。こうなりゃ野郎に直談判するしかねえかな。そんなの分かってっけどよ。マジなんとかなんねえのか。こんなんで泣き寝入りなんてごめんだぜ。なんか思いつかねえ。バレねえようにできりゃいいけどよ。もしバレたらマジ終わりだろ。他になんかねえかよ。それ城のことまで話せってか。絶対信じてもらえねえよ。他になんかねえの？どうするよ。それ、城のことまで話せってか？絶対信じてもらえねえよ。他になんかねえの？どうするよ。バレねえようにできりゃいいけどよ。もしバレたらマジ終わりだろ。他になんかねえかよ。どうするよ。城主ってあっちの鴨志田か？その発想はなかったけど、それ意味あ？やっと見つけたぞ。なんか言ったか？我が輩に仕事させておいて、ただで逃げようなんて思うなよ。
その声、モルガナ。こないだは勝手に帰りやがって。猫が喋ってる。猫じゃねえ。こっちに来たらこうなったんだ。見つけるのに苦労したぜ。お前こっち来れんのかよ。まさかスマホ持ち。我が輩くらいになると自力さ。抜け道かなり迷ったけどな。つか、なんで猫で喋れんだよ。知るか。お前も聞こえてっか。マジでモルガナっつうことかよ。お前ら手こずってるみたいだな。証人がなんとかって言ってたやつ。うるせんだよ。鴨志田をなんとかする方法教えてやらんでもないけどね。さっきお前なかなかいい線ついてたぜ。その腹立つ上から目線、モルガナだわ。今確信したわ。まだ疑ってたのかよ。バカ、声がでけえよ。この忙しいのに猫探しかよ。今この辺で鳴き声しましたよね。隙間とかもよく探せよ。鳴き声、まさか俺ら以外には言葉に聞こえてねえのか。そうらしいぜ。どうなってやがんだ。てかさっきの話本当だろうな。バカのくせに疑り深いやつだな。聞かせてもらうぜ。つってもここはまずいよな。とりあえずカバンに入れとけ。小さいし入るんじゃね。おいてめえ、その扱い。手荒に扱うんじゃねえって。いいから。鴨志田をなんとかできる方法お前知ってるっつったよな。さっきそいつも言ってたことだ。城の方から攻めるんだよ。どういうことだ。あの城は鴨志田が見てるこの学校だ。城の出来事に本人は気がついてないが、心の奥ではつながってるのさ。だからもしも城が消えちまえば、当然本人にも影響が出ることになる。どうなるんだ。あの城、つまりパレスは歪んだ欲望そのものだ。そいつが消えるってことは、その通り。お前やはり筋がいいな。マジか。いいやつになっちゃうってのか。けどそれ追い詰めることになんのか。パレスを消すってのは要は改心させるってことだけど、歪んだ欲望が消えたからって犯した罪はなくならない。それに耐えられなくなって鴨志田は自分から罪を告白しちまうはずだ。マジか。そんなことできんのかよ。しかもパレスが消える以上、そこで我が輩たちのしたことも忘れちまう。足もつかず鴨志田を自滅させられる。すげえよ。すげえ猫だお前。猫じゃねえけどな。でどうやったら消せんだよ。パレスのお宝を盗む。盗む？この先はやると決まってからだ。何しろとっておきの秘策だからな。こっちの手伝いもするなら教えてやる。どうする。証人探しも積んでる感じだし、言う通りにするしかなくね。よし。あ、そうだ、これ言っとかないとな。パレスを消せば歪んだ欲望は間違いなく消えるだろう。けど欲望そのものは生きる上で必要なもんだ。寝たい、食べたい、恋したいとかな。何が言いてんだ。もしも歪んだ欲だけじゃなく欲望全部が消えたら、そりゃ廃人と一緒だ。保護でもされなきゃ死んじまうこともありうる。だから死んじまう
だと？話を最後まで聞けよ。それ俺たちの仕業になるのか？それくらいの覚悟できてんだろ。お前どう思うよ。マジ？なんだよ、ここに来てめんどくせえな。別にバレっこねえって。そういう問題じゃねえんだよ。バレなきゃ何してもいいってんじゃん。鴨志田のクソがやってることと同じだろ。他に鴨志田をやる方法はないんじゃねえか。また来るぜ。それまでに決めといてくれ。ぬか喜びかよ。くそ、別の方法ねえか考えてみるわ。今日は解散すっか。加減にしてもらえません？本当に体調が悪いって。ちょっとそれ先生、話が違う。志保のことと話別じゃないですか。志保のスタメン。もしかして聞いてた？趣味悪くない？ごめんなさい。聞いてたってどこまで？そっか、そうだよね。別に何でもないから。何でも。
な。話すことなんかないんだけど、ちょっと揉めてるだけだし。ありがとうございました。噂くらい知ってるよね、鴨志田先生とのこと。私とできてるってみんな言ってるけど、あんなやつとそんなわけ。鴨志田から電話かかってきたの。番号を教えろって言われてもごまかしてきたのに。これから鴨志田の部屋に来いってさ。つまりそういうこと。断ったら私の友達志保をレギュラーから外すって、志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あんな奴の言いなりとかもう無理だよ。けど大事な友達なの。だって私には志保だけしかいないから。私どうしたらいい。ごめん、わかんないよねこんな話。何言ってんだろう、ほとんど話したことないのに。え、変な人だね、みんな。私なんて仕方なのに。あんたって本当に悪いやつ？噂の通りとは思えないんだけど。人を襲ったとか殺しかけたとか、なんとなく思ってたんだ。噂、大げさすぎるって。どことなく寂しそうっていうか、居場所がない感じっていうの。私と同じだったからこんなこと話しちゃったのかも。私じゃ志保の力になれないのかな。あいつの気が変わってくんないかな。私の記憶とか、あと気持ちとか、そういうの全部なくなっちゃえば。そんな都合のいいこと起こるわけないよね。マジレスやめてよ。でもちょっとすっきりした。帰るね。今の話誰にも言わないでよ。鴨志田を説得する方法考えてみるから。じゃあ、ありがとね。鈴井、帰るの？何？鴨志田先生が呼んでる。体育教官室だって。先生なんて。知らない、伝えたから。
三権分立は知ってるな。立法権の国会、行政権の内閣、司法権の裁判所。権力が集中してしまうと誰も止められないから、権力を分散させ互いに監視抑制する仕組みだ。覚悟は決めたのか。他の方法なんて考えてもねえから、我が輩の言うこと聞いとけって。猫の鳴き声しなかったか。近頃噂になってる猫がその辺にいるのか。ほら静かにしろ、大事なとこの途中だぞ。本人見てんだけどな。おい、あれ、こら、授業中だぞ。あれ、飛び降りるんじゃ。なにあれ、うそぜ、しお、マジ、おい、行くぜ。こら、座ってろ、出て行くな。自殺、鈴井、鈴井、鈴井ちゃんと行こうよ。中だぞ。しお、こいつらクソだな。誰か付き添いを。教職員の方いらっしゃいませんか。私は担任ではありませんから。こういうのは校長が。行きます、早く。どうして。ごめん、私もう無理。しお、鴨志田、しお、ゆめみみさん、屋上から、ちょっとやりたくない。
に戻りなさい。あいつ三島なんか変じゃね。今度こそ吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。他の生徒もまだ返さないでください。先生方、痛いって。なんで逃げたんだよ。逃げてないし、飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ。チクったとかも言わねえから。鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから。俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生機嫌が悪いとご指名で殴るんだ。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井、昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて、鴨志田先生すごくイライラしてたから、きっといつもよりひどいこと。まさかあんな野郎。はっ、何しやがった。なんだいきなり。しわばっくらんな。いい加減にしろ。あれが指導なもんかよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。100歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんな奴が何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。かわいそうに。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。うっせんだよクソが。なんで止めんだよ。けどよ。ほほ、お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやれよ。あ、そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者面してるけど前歴のことバラしたのお前だろう。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ。三島、
仕方なくさあもういいだろう、退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かったらとっとと出てけ。こんな奴のせいで。お前、そうか、あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行って、あのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて、歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。お前は？ならいい。そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか。試したことあるんだろ。いつそんなこと言った？は？